ほら、まあセカンドをちゃんと明日見ますけども、すごい盛り上がってるじゃないですか。いや、大変ですよね、今後。なんかもう、なんつうんですかね、今年単発でやる大会じゃないんだって感じしましたね。なんかもっと増えそうですよね、来年の方が、次の方が。参加人数。なんか増えそうだし、このなんつうんですか、大会としての説得力みたいのも上がったし、大成功で、なんかちゃんと定着しそうだなと思ったんですよ、セカンドってものが、この先も。巨人師匠がツイッターですごい反応してるの見ましあ、そうた？なんですね。すごい、あそこでやってみたいみたいなマジっすか。ツイートして、さすがにとは思うんですけど。いやいやいや、僕らキングオブコント以外出ないっていうか、まあ出れないかな。 M1 も出れないですし、セカンドも出れないんですよ、チャンピオンになると。いやー、だからね、盛り上がれば盛り上がるほど、いろんなことも危惧するというか、セカンドって意外に今後定着していくと、ある意味またこのお笑い界を変えるレベルの出来事になるわけなんですよ。最大ネタ消費3本ですから、毎年。今のルールだとね。年末にやる M1 が全部持っていくって流れだったじゃないですか、賞レース、これまで。でも今後このセカンドが盛り上がれば盛り上がるほど、セカンド盛り上がりましたけど M1 どうなるんですかになってきたら、 M1 プレッシャーっすよね、多分ね、どん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 。で、これまでの M1 のスタンスって、まあ俺ら優勝した俺らが言うのもあれですけども、これまで辛い、売れない時間が長かった芸人がここでついに花咲いたみたいなノリが続いたじゃないですか。ウエストランドもそうだし、錦鯉さんもそうだし、まあ僕らもそうなんですけども、だからアナザーストーリーってすごい盛り上がるんですけども、ザ・セカンドにはとてもかないませんから、苦労してきたっていう分だ、テンダラさん二十数年何年くすぶってきたには勝てるわけないんだからっていうね。そっち方面はもう無理だろうなって思いますよね、なんか盛り上げ方として。そうなったら M1 ってプレッシャーだし、プレッシャーになってくるだろうし、セカンドの価値がね、どんどん上がれば上がるほど、最悪 M1 優勝しなくてもいいかになっちゃいそうですもんね。ラストイヤーになってもそんなに緊張感は出なさそうにはなりそうですけど、でもまあどっちもどっちでね、住み分けはできてると思うんで。だから、まあ、全く別の大会、実際まあ、僕もまだセカンドちゃんとは見れてないけど、全く趣旨は違う感じはしたんでね、大会の。そうそう、競技が違うから、全然別物にはなってる感じはしたけど、でもまあ、言ってもね、漫才の大会っていうものが、で縛るんであれば。どうなるんですかね、今後。なんか恐ろしいのは、ネタをね、まあ最大3本消費して、まあ毎年、まあ、最低でも2本は作っときたいと、ベテランもね。そのベテランたちがネタなくなってくるわけじゃないですか、毎年「ザ・セカンド」やってたら。そしたらネタを若手みたいに新ネタライブとかやりやすってことになるじゃないですか。それはもうすごい、それこそ本当にお笑い界が変わりますよね。どうなるんだろうって思っちゃいます。なんか大先輩たちが新ネタライブやりますっつって、それこそ寄席とかで新ネタ下ろしたりしてる未来があるんだなと思うと、すごい新鮮
すぎてびっくらこきますよね。時代として、どうなるんだろうね。だからまあこれが毎年続いてきた時にどういう変化がこのお笑い界に訪れるかが、きっと意外にここは数年なかったような大変動みたいなのが起きてもおかしくないぐらい影響力のある大会だったなと思ったな。なんかつくづく本当何度も言いますけど、本当優勝してよかった。本当出れなくてよかった。優勝 M1 卒業してからもあの大会にずっと出続けると思ったらもうゾッとしますよ。そんぐらい厳しい大会だった気がしたけどな。いや大変だよあれは。6分ネタだよ6分ネタ。そのまあマシンガンズさんもね、ネタないネタないって言ってるましたけど、まあもちろんねネタないってことはないですよ。十何年20年近く以上やって、もちろんこれまで作ってきたネタなんていうのはもう100本以上あるわけなんですけども、みんなねそのネタがないっていうか、賞レースで決勝でやれるようなネタがないっていうことであって、その決勝でやれるネタって多分生涯よくて2本ですよ多分。 M1 にしても多分ザ・セカンドにしても、もうその大舞台の決勝でやれるネタが生涯2本だとして、そのネタ生涯の2本を作って出して、無理で来年また生涯の2本作ってくださいよ。本当いやネタはもちろん作れるけど、決勝レベルのネタを作るってね、それはもうそれこそもう集大成だから。本当に対賞レースの決勝のネタって、毎年こうコンスタントに作るものではないからね。ショーが一番面白かったネタを持ってくるのが賞レースだから、それの大会なわけじゃん。みんなそりゃしんどいよね毎年。いや大変だよあれは。その中であの芸歴の方々が熱くなって挑むって本当にすごいことですよ。本当にすごいよね。その腐さず、腐すこともなく、ガチンコでしたもんねみんなね。いや熱くなってるのは本当かっこよかったね。ちょっと俺キングオブコント出るの迷ったもんあれ見て。そんなノリで出ちゃいかんなっていう。いやかっこよすぎたね。いやギャロップさんのネタは、まあ、予選でも見ましたけど、やっぱなんか意外っていうか、その周りはどう言ってるかちょっと反応わかんないし、本人もどう言ってるかわかんないし、僕はすごい賞レースっぽいネタだったなって思ってるよな。表示的になんか滑りようがないネタっていうか、まあ最初の 1,2 本に関しては特にそうでしたよね。いやすごいですよね。やっぱずっと戦い続けたんだろうなっていう。まあちょっともう一回ちゃんと見ますんでセカンドはね。いやでもすごい、すごいしか言ってないけどすごい。囲碁将棋もね、まあ、まだちゃんと2本目見れてないけど、あワンピースもね。